ボタンの葉っぱの作り方です。青緑色のお花紙、ツルツルの方を下にして三角に折ります。これをもう一度三角に折って裏返して、こんな風に折ったらこの部分ですね、こっからと破り取りましょう。でさらにこれを2つに折ります。でこの飛び出ているところをハサミで切ります。でこの開いてる方と全部くっついてる方がありますから、全部くっついている方をこのくらい切ります。そうするとこれが1、2、3、4、4つに分かれます。これだけね、あのザラザラが外側になってますから、気になるようなら裏返して折り直しておいてください。そしたら1枚だけ折り返します。4枚とも同じようにしてください。糊をたっぷり出したらワイヤーに糊をつけます。2、3回ここ擦りつけて、ワイヤーに糊がついたらこの折り目のところにと置きます。でこれをかぶせてしっかり貼ります。で貼ったらこの辺りですね、下から3センチぐらいのところを洗濯バサミで真ん中のこのワイヤーのところを留めておいて、そこより下を両手で集めます。集めて握ったらもう洗濯バサミはいいです。糊をつけてここをキュッキュッキュッとこうねじってやると、はい、葉っぱの形の出来上がりです。これで葉っぱにまとめていきます。まず3本、1、2、3本まとめてキュッキュッとねじます。2本まとめてキュッキュッとねじておきます。お花を作るときに使うこの平テープね、これを使って巻いていきます。キュッて伸ばしながら、キュッて伸ばしながら巻いていきます。でこれで一番上の葉っぱ出来上がり。で次に3センチぐらい下がったところかな、次の2本を一緒に入れて巻きます。これでこうすればボタンの葉っぱの出来上がりです。これで5枚でできてますね。さらに葉っぱを増やしましょう。2つにねじって、2つをねじって、これを
あと 2,3 センチ下がったところに入れます。これを左右に巻いてくるとこんな感じになります。ここも 1,1 でもいいですよ。この葉っぱをお花につけます。お花よりもちょっと下がったところにお花用のテープで巻いていきます。でこんな感じですね。これで出来上がりです。葉っぱはこんな風に2つつけてもいいですね。はい、できました。